おはようございます。はい。今回は4月18日の動画を元気にアップしていこうと思います。はいで。私はですね、年間を通してオンオフ関係なく、ほぼほぼ同じルーティンでやってるんですね。朝3時前に起きて体重を測って、家へリアファイバー、グルタミンを飲んでから、 子供たちとと私の朝と昼ののの朝昼弁当を作るるこの一連の流れは変えずにやっていってていんで、すねでこれが、えー、弁当です。上が子供たちの弁当。下が私の弁当です。ってことで、ざっくりやっていきましょう。で、まず1種目目は、えー、シーテッドチェストプレスマシンをやりました。で、最近からこのヨガマットを丸めて、 えー、ゴムバンドで固定してね肩関節を、えー、下げて後ろに寄せてやるのと胸のストレッチをより重視したやり方をやっていますでこれをやると収縮感が増してあと重量が胸に乗ってるのが分かりやすくなるんですねはいで肩もちゃんと下げて後ろに寄せた状態でやると、まあ、痛みは出ないんですよね で初めにこのチェストプレスのマシンを行う理由としましては、まあ、いきなりフリーのダンベルプレスとか、えー、ダンベルフライとか、まあ、ケーブルとかをやるより動作の範囲が、えー、制限されているマシンの方が、まあ、怪我の防止になるのとあと肩の痛みの軽減になるんじゃないかなと思って。 マシンからスタートしましまたこのやり方はですね、えー、まず、えー、シートに座って、えー、いい姿勢をとるそこから、えー、肩を下げたり セッティングに入るという感じでやっています。で、手のひらの下、手首側で押すようにしています。で、リズムも大事だと思うんですね。で、バンバンガーンって押すのではなく、ネガティブをゆっくり、まあだいたい2秒ぐらいかけてストレッチしながら下ろしていって、一気に押すっていう感じでやっています。 でやりましたで押し切った時に少し体が上がるのはですねこれはあの肩の痛みを避けるためにやっています。 で今回は一回ドロップも入れましたであと骨盤も、えー、開きたくないので足幅はですねちょっと閉じ気味で。 まあ狭めでやるようにしましたでインターバルはまあ大体2分ぐらいですねでセット数は3セットやりました はい、そして次の種目次の種目は胸の下の輪郭を作る種目株ブ狙いのケーブルフライをやりましたでこの株ブ狙いのケーブルフライは特に気をつけないとストレッチをかけた時に肩が上がりやすくなるんですね だからそこは痛みが出ないように気にしながら、えー、やる感じでやっています。でもし痛みが出たら、えー、状態の角度を少し動かしながら、えー、動作の範囲を狭めたりあとパーシャルでやったりっていう感じで調整しながらやっています。 ケーブルフライのいいところは、えーまあ、状態がフリーになってる状態になるんですよね。でシートに固定して行うダンベルフライよりも、えー、チーティングが使いやすいっていうことで肩に痛みのある私にはいい種目となっています。 でグリップはですね、えー、手のひらの下側手首側でしっかり握っていますで両方の、えー、薬指と小指を近づけていくような感じでやるようにしていますで肘の角度はケーブルの滑車に近づけていくような感じでやっています まあ簡単に言うとケーブルのラインに沿って腕を動かすっていう感じかなこれも、えー、インタープルは大体2分ぐらいであと3セットやりました まあ大体職場でやる場合は時間がまあ50分ぐらいしかできないのでそんなにえインターバルは長く取れないのでま2分ぐらいがまあ全部2分ぐらいでやるような感じでやってますね。 で次の種目次の種目はこのこれもヨガマットを丸めてベンチシートに固定してヘビーのダンベルプレスをやりましたこれダンベルを見てわかると思うんですけど変ですよねこれね職場のアメリカの兵隊が えー、70ポンドのダンベル一つだけなんですけどどこか,から持ってきてずっと放置されてたんですねそれでこれあと一つあったらいいのになあってずっと思ってたんですねそこでああそういえば私の実家にダンベル用のシャフトが、まあ、あったのを思い出したんですねでこれで7 70キロのえ7070、ー、70キロじゃない 70ポンドか70ポンド作れないかなーって思って作ったのがこの少し大きめのダンベルなんですねこれちょっと大きさが違うだけではなくて、えー、実は少し何グラムか重さも違うんですねやっぱりキロキロとポンドぴったり合わすってやっぱ難しいじゃないですか ね、はいということでまあこんな感じになりましたまあでも、えー、今まで50ポンドが一番重たかったんで、まあ、これができてよかったかなって思っていますでこの、えー、ダンベルプレスのやり方は1レップ目は浅くで2レ,2レップ目から深く下ろしていきました この1レップ目の浅くっていうのは、まあ、肩に痛みが出ないか確認するっていうのとあと胸にこの胸の上部に乗る感覚をつかむっていうことを目的としてやっていますで2レップ目からは1レップ1レップ痛みが出ないように肘の開きや角度あと肩関節の位置 あと腕の動かし方とかこのめっちゃ気にしながら、えー、やっています、まあ、簡単に言うとですねガンガン上げるのではなくゆっくり丁寧に効かせるようにやるという感じでやっていますあと下げた時に手のひらの当て手の角度か手の角度をハの字にしてで 上げていきながらトップで親指と親指同士をこの両方の親指同士を近づけていくっていう感じでやっています、まあ、こうすることで胸の上部と内側にしっかり効かすことができるんですね、はい、でグリップはですね親指と人差し指中指この3本で握り込む感じで、えー、握っています これも三セットやりました。この種目で今回は胸トレ終了になります。 70ポンドが重たかったので、えー、ダンベルのフライもちょっと、えー、加えてみました。 で、トレゴのご褒美。これが、ペコちゃんシリーズのいちごミルキ味。これね、めちゃくちゃ美味しいんですね。これ、マジでご褒美になりますね。すっごい美味しいです。で、これは、えー、子供たちの夜ご飯人えー、んんしりしりとコロッケと鶏もも、鶏もも肉になっています。 で白いご飯は、えー、なしです、えー。これは寝る前の、えー、サプリメントで、えー、リアファイバー、あとグルタミンでウェートダウンのプロテインを飲んで1日終了です。今回の胸トレざっくり動画を、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の部位の動画や 減量して仕上がりに近づいていく体の変化などもアップしていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いします。